ジョン・モダンは面白そうだったね。まあでもやっぱりまだ全然むずそうだった。使いこなすのは。まだこれからだと思う。まあでも伸びてきたらすげえ楽しそう。まあ俺は現状クラシックの方が強いと思ってるから、ちょっとモダンの可能性を見せてほしいけど。まあでもまだ全然わかんないところにやっぱこのゲームのところの広さは感じる。多分最終的にそうなりそうだしな。別にモダンを選ぶ人もいるし、クラシックを選ぶ人もいるで、いいバランスになるのが多分目的というか理想でやってるから。まあそういう意味では全然、ね、どっちが強いか今わかんないっていう現状はすごいいいぐらいじゃないかな。来週のベータでも、いや、モダンね、そう、触ろうと思ってたんだけど、まあ今週、っていうか明日か。明日ジョン君呼んで、説教 TV が。ちょ、俺出ないけど、クーペ前日なんで。ジョン君呼んでモダン会なんで。まあその辺とかもちょっと、いろいろ見つつ、判断かなって感じだけど。だモダンはね、そう、あのね、モダンって、結局ワンボタンで技が出るとか、そのリソースをさ、だワンボタンでできる、こっちでさ、頑張って、こう入力しなきゃダメなの、ワンボタンでできるから、じゃあ他のね、ことに意識、じゃあインパクトにちゃんと、全部さ、玉抜けに潮流狙って、差し返し狙って、コパンで止めて、インパクトに返してって、まあ、かなり難しいから、だからモダンはその辺を、結構、リソースを、考えるリソースを、減らせるって思ってたけど、結局モダンでできることが多くて、そこに意識を割かなきゃダメだから、なんならクラシックよりむずいなって思って。そのモダンの強みってまあ明確にあるじゃん。そのモダンの強みを本当に最大限発揮するのってめちゃくちゃ連動いるなって思って。その単純になんかその技が違うとか、なんかアシストボタンがどうとかじゃなくて、それとは別にむずいなって。操作がむずいとかじゃなくて、その辺をちゃんと判断してやるのがむずいな。であとは弾抜けとかもさ、ワンボタンでじゃあ真空できますとかもさ、これ別にあのやりたがりで抜けたりしても全く意味ないんだ。ダメージ 80% でさ、レベル1でっつって、これ別に置き全部できなくてさ、またルークね、ルークだとこの状況になって、でこれを使うこと自体は試合全体を通した時に見るとむしろマイナスになる時ってあるんですよ。その抜けたのに不利になるっていう状況があるから、だそこの使い分け、ワンボタンで抜けれるんだけど、それは果たして自分がちゃんと考えて抜けてんのか、相手にもしかして使わされてるんじゃないかとか、その辺も含めてちゃんと判断してやらなきゃダメだから、モダン側は。だからその辺の判断を完璧にやるってめちゃくちゃむずいと思うから、だからもろもろ考えるとクラシックの方が現状は良さげだなとは思う。まあそれはただ俺がクラシックしか使ってないから分かんないけどね、まだ。あとただ逆に言うとクラシック側もモダン戦慣れてないから、今言ったみたいな、なんかその弾抜けられるの、ワンボタン抜けられるの怖えっつって弾打たないとそもそもね話変わってくるし、逆に打っちゃダメなとこは打たないようにしなきゃダメとかっていう、その本当にモダン対モダン用の戦い方が求められるから、クラシック側も。だその辺がなんかお互いがモダン使いの連動が上がって、クラシック側も対モダンの連動が上がって、じゃあそれでやっとスタートというか、どっちが強いって議論になるから、まあ現段階ではクラシックかなとは思う。でモダンの方が強いとか、モダン汚いって言ってるのはまあその強い部分を切り取って言ってるよね。モダンの強い部分は明確に分かりやすくあるから、まあそこが強いからやばい。あとはまあ、その対モダン、強い弱いは別として、対モダンってその戦い方変えなきゃダメだから、その戦い方変えるっていうのがあんまり好きじゃない人もいるだろうから、まあその2つだと思うけど、モダン嫌ってる人は。ただまあ、なんか別のキャラと思えば別に、1キャラ増えるみたいな感じだ。モダンルークとクラシックルークがいるって感じに思えば別に、そんな変わんないかなとは思う。なんか同じルークっていうキャラでモダンとクラシックっていうので分けるから、なんかちょっといびつに思うけど、別にモダンルークとクラシックルークっていう別キャラだと思えば、そうだから30、これカプコン徐々に増やしてるのは英断な可能性はある。だからイヤー1というか、まあ、シーズン1は4キャラですよね。スト5は6キャラ
1シーズンで追加されたけど、今のところ4キャラだから発表されてるのは。ただ実質8キャラの可能性はある。だから今36キャラで8キャラ追加されて44キャラになったらもうウルフォーと一緒です。スト5 45キャラなんで、もうすでに1年目にして44キャラリーグ被らない可能性。あ、モダンループとクラシックループ、まあチームによってはありそうだよ。タッチシューパンって、あ、タッチシューパンって1段目スパキャンできるんだ、俺知らんかった。先生にまた教えてもらった。あ、2段目しかかかんないと思ってた。あ、これ知らなかった。あ、じゃあタッチシューパン、いや、なんかインパクト打たれてさ、ダメ元でタッチシューパンとか押してたけど、真空でいいんだ。あ、へえ。あ、じゃあこれにインパクト打たれても返せるんだな。やっぱり SA キャンセルできる通常技だった方がいいな。SA キャンセルできる通常技というか、かこのタッチ中継めちゃくちゃ強いんだけど、その、ぶっぱインパクトに負けるんですよね。だこの辺はやっぱよくできてて。さっき俺が、いや、結局インパクトっつったのは結構、この辺の技とかにやっぱ、かくるから、めちゃくちゃリターンでかいんだよね。だこういうのに、だからそのインパクトされてても、まあ割り込める技、まあそれはキャンセル効く技だったり、硬直が少ない技、まあ、コパンだったりキャンセル効くチャガチューだったりとか、でさっきのタッチシューパンは、あ、1段目かかるんだっつってたのは、 これに対してタッチシューパンってやっちゃうとかくるから、そこで、ただこれ真空ちゃんとインパクトに見ながら確認して、かなり、うん、っこういうこと、かなり、うん、っこれ今本当はかくるから、これをちゃんと確認しながらやる。モダンはタッチシューパンは使えるから、そうだね、こういうとこでも、そうだね、モダンは強いね。押すボタン変えるだけだから。そうやね、モダンは相手がどの技が使えないかをちゃんと把握しとかない。だから言ってる。1キャラ分増えるって。対策1キャラ分増えるんですよ。相手が出せない技を警戒してたら無駄だからね。モダンルークに対して、モダンルークこのタッチ中継ないのに、モダンルークに対してこのタッチ中継に、差し返そうとしてたらもうおかしいでしょ。ない技にビビってる。ああ、だめだ、無理。じゃあ今のタイミング無理だな。もうキャンセル効かないタイミングで見えたらもう無理だ。まあだからそんなに有効ではないです。まあ一応返せるっていうだけで、まあ、実戦だと大体かくるんです。ほぼほぼかくっちゃうんです。だそういう意味ではエドとかはモダン向きに作られるんじゃないか。もうなんかその強さを同じぐらいにしたいんだったら全然、逆に言うとモダン専用技みたいなのあってもいいかなとは個人的には思うけど、モダンが強いキャラというか特徴のキャラみたいなんで、まあ、ちょっと裏キャラみたいになるけど、モダン専用技が、だこれ言うならばモダンで使えなくなる技があるんじゃなくて、クラシックだから使える技がある感じなんですよね。クラシック専用技、逆もあっていいんじゃないかなとは思うけど、クラシックずるい、や、そうなんですよ、クラシックずるいっすよ。火力高いし、出せない技出せるし、クラシックもモダンもずるいとこあるけど、クラシックもずるいとこあるから、お互い様だよ。